温水さんを起用した都城市の肉と焼酎のプロモーションは史上初ふるさと納税日本一5回獲得に寄与するなど大きな成果を得ることができました。都城市は今後もサステナブルにプロモーションを行うために温水洋一さんの所属事務所オフィス123と協力し AI 搭載アンドロイド AI 温水洋一の開発を決定しました。温水さんを AI ですか。まあいいんじゃないですかね。AI 温水洋一11月1日公開。